捨てられた惑星は、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの第12シリーズ第3話。脚本は、エドハイム、監督は、リー・ヘヴン・ジョーンズが監督を担当し、2020年1月12日に BBC One で初放送された。視聴者数は538万人で、批評家や視聴者からの評価は第12シリーズで最低であった。本作ではグレアム・オブライエンがクーポン券を手に入れ、13代目ドクターらはオーファン55とナンバリングされた惑星にある安らぎのスパを2週間無料体験することになる。しかしスパにはドレグと呼ばれる白色の肉食性ヒューマノイドが侵入しており、ドクターたちは他の旅行者と共にドレグに対抗することになる。物語が進むにつれて、スパの外側には荒廃した世界が広がっていると判明し、ドレグに拉致された観光客の救出作戦中にキリル文字が記された遺跡が発見される。終盤ではこの惑星が地球の慣れの果てであること、そしてドレグの正体が過酷な環境に適応した人の子孫であると判明する。脚本は第11シリーズ鏡の向こう側を執筆したエドハイムが担当した。ジェームズ・バックリーは2019年6月にネビ役での出演が明かされ、ケイン役のローラ・フレーザーは2019年12月にゲスト出演が報じられた。他のゲスト出演者は2020年1月上旬にDoctor Who Magazine第547号で報じられた。スパイフォールパート2と捨てられた惑星は、共に第2制作ブロックに属し、リー・ヘヴン・ジョーンズが監督した。捨てられた惑星のロケ地は、スペインのカナリア諸島、テネリフェ島で、スパの外観には、サンタクルスでテネリフェが、荒野には、テーデ山の周りが使用された。捨てられた惑星は2020年1月12日に初放送された。日本では2020年7月8日に Hulu にて字幕版、吹き替え版ともに配信が開始された。イギリスでのリアルタイム視聴者数は419万人で、その日の全番組では5番目に多く視聴された。オーディエンスアプリシエーションインデックスのスコアは77で、危険なお絵描きの76や、もう眠らない78以来の低さであった。合計視聴者数は538万人であった。サイファイのコートニー・エンローは、ハイフンとネビとサイラスの衣装のデザインを批判し、ギャラクティカのコスプレをした、スペースボールのバーブに似た、ひどく廃れた銘柄のプレニチュードの猫シスター、スペースケイシーズのジュエルステートで見たような全く現実的ではない。SF のカツラを身につけていると表現した。エピソード全体については、賑やかな死体、ダーレクの勝利、シャーウッドの森のロボットに続く、第11シリーズで最も貧弱なエピソードであるとし、環境破壊に関する強いメッセージ性以外のすべてが良くなかったと酷評した。ありがとうございます。